皆さん、明けましておめでとうございます。いや、やってきましたね、2023年。さあ、楠木さん、夏吉さん、今年の抱負早速いただいてもよろしいでしょうか。ちょっと梅原さん、何言ってるんですか。抱負よりまず大事なのは1月7日ですよ。7日。そうそう、7日の深夜はついに魔王学院の適合者2の放送日ですよ。まずはこれを見ないと2023年始まりません。はい、ということで、アニメ魔王学院の不適合者2の初回放送は1月7日から、皆さんテレビや配信でぜひご覧になってください。それでは引き続き、良いお正月を。お正月を、良いお正月を。ねえ、もう一回やるじゃん、これ。ごめんって。これでもいいんじゃないですか。一番みんなこれでいいんじゃないですか。